堀久樹と申します。本日は西宮のモダニズム建築と文学、西宮の建築散歩入門ということでお話をさせていただきたいと思います。目次は1番から6番にございます。前編として1番から3番、後編として4番から6番、メインは4番でございます。まず自己紹介でございますが、ヘリテージマネージャー、文化遺産の推進活用 HM で略しますが、その活動をしております。例えば西宮市の町旅西宮等で解説等もさせていただいています。それから新神戸の駅前にあります竹中大工道具館でお話もしております。また英語の講師もしております。モダニズムという言葉を聞かれたことありますが、モダニズムとは何なのかということをまずお話しします。これは、私がですね、水彩で描いた絵なんでございますが、兜山から見た向こうに見えますのは大阪の生駒山でございます。手前に向こう側が走っておりまして、梅田難波があります。現在この、右の木は切られておりますので、ここからが西宮地域全部が見渡すことができると思います。本日のお話はここを舞台にしております。はい、歴史的には大阪と神戸の間に鉄道が明治の最初、大正に関営鉄道、阪神電車、現在の阪急電車が開通しました。この時代、阪神間というのは大阪と神戸の間ですが、先ほどの絵にありますように兜山から見える地域と考えていただければ、そして時代的には明治の後期から昭和の初期でございますが、モダン、ハイカラな時代だった。そして鉄道が開通することによって分譲住宅、西宮北口だとか高路園に分譲住宅が建ちました。そしてこの和洋折衷の芸術だとか文化だとかのライフスタイルが発展していった時代であります。はい、それでは建築を語る前に文化財とは一体何なのかという理解をしていただきたいと思います。文化財には有形文化財、無形文化財、民族文化財、記念物、景観等々があります。建築に関係いたしますのは有形文化財だと思います。有形文化財の中でも国宝に指定されておりますのは全国に228あります。本日お話しいたしますのは登録有形文化財でございます。全国に今1万3000弱ございますが、これについてお話をしたいと思います。こういうプレートをご覧になった方おられると思いますが、これは関西学院の時計台の下についておりますが、A3 サイズぐらいの大きさでございます。第28って書いてあるのは兵庫県の意味をしております。登録有形文化財の対象になりますのは築50年以上歴史的建築物でございます。これに指定されますと助成金が設計費だとか資産税だとか税金の免税等々がございます。例えばこれは丹波から牛をですね、大阪だとか神戸に売りに来た時の旅籠の絵でございます。現在はまだ登録有形文化財に指定されておりませんが、こういう歴史的なものをこれから発掘していく必要があるんじゃないかなというふうに考えております。もう一つ、文化財の中に重殿圏というのがあります。重要伝統建築物保存地区です。この写真は、神戸の北の界隈偉人館のあたりですね、あと、笹山
城下町だとか伊豆市の城下町がこの文化財に、重点建築と言われております。一つ一つの建物は、登録有形文化財にはなっておりません。その地区全体を意味しております。はい、それで前編をまとめたいと思いますが、明治から昭和の初期、阪神間に鉄道が開通した時代でございます。その開通によって大阪の実業家の邸宅、船場等で豪商たちの邸宅をですね、向こう側を越えて西宮芦屋の方に住むようになりました。またその後新興住宅地ができるようになりました。そしてそこで生まれたのが和洋折衷のライフスタイルが流行いたしました。それから登録有形文化財についてお話したと思います。登録有形文化財は全国に13,000弱、兵庫県で709件、西宮に6件あります。大阪は兵庫県よりも多くて全国1位でございます。京都、奈良は、兵庫県よりも少ないです。それは国宝が多いで、兵庫県が現在2位でございますので、ぜひ皆さんで歴史的な建築物をこれから発掘していけばいいのかなと考えております。以上です。